皆さんこんにちは。不倫スキャンダル報道が後を絶たない芸能界ですが、不倫の末の略奪結婚をした夫婦も少なくありません。中でも2018年デビュー20周年を迎えた椎名林檎さんは不倫略奪を繰り返していると言われています。椎名林檎さんの不貞行為が初めて公になったのは2000年のこと。妻子ある男性と路上でキスをする現場を報じられました。しかしスクープされた男性とではなく、ギタリストの子八吉純次さんと同年に結婚し、後に妊娠を発表します。交際を開始したとみられる当時の八吉純次さんは妻帯者であり、いわゆる略奪婚でした。ですが不倫から始まった結婚生活はそううまくはいきませんでした。椎名林檎さんは男児を出産したその後も不貞行為が原因と噂され、わずか1年2ヶ月で離婚に至りました。そしてシングルマザーとなり、2010年頃には漫画「スラムダンク」「バガボンド」の作者として知られる漫画家井上雄彦さんと2人でいる現場を目撃されたといいます。目黒のバーでボディータッチを繰り返し、人目をはばからずディープキスをしていた目撃談もあります。そんな井上雄彦さんもまた妻子持ちでした。また2012年には俳優森山未来さんと舞台に参加していない椎名林檎さんが打ち上げで親密にしていた様子から関係を噂されていました。しかしその打ち上げに森山未来さんの妻が現れ、森山未来さんに水をぶちまき、現場は騒然修羅場と化しました。椎名林檎さんと森山未来さんの妻は友人関係にあったといいます。さらには歌舞伎界のプレイボーイ子中村勘三郎さんの最後の恋の相手が椎名林檎さんであるとの噂も。椎名林檎さんと手をつないで歩く姿が週刊誌にスクープされています。ですが驚きなのは、森山未来さんと疑惑があったおよそ1ヶ月後に中村勘三郎さんとの不倫が発覚したこと。そして中村勘三郎さんは2012年12月死去しますが、中村勘三郎さんの葬儀に喪服で参加する椎名林檎さんの姿が話題を呼びました。当時音楽関係者は椎名林檎さんについて、実はこの時椎名には全く別の本命がいたんです。現在のパートナー映像ディレクター児玉雄一氏ですね。交際が始まったと言われている2011年には児玉氏にも妻がいたそうですが、後に離婚が成立、いわゆる略奪ですね。そして2013年に女児を出産したと自身のライブで報告していました。でも今も児玉氏とは入籍はせずに事実婚状態のようですと語っています。そして椎名林檎さんはこの映像ディレクターの児玉雄一さんとの間にも子供がいます。では子供について詳しく見ていきましょう。椎名林檎さんは2022年現在子供は3人いると言われます。長男ソナタ2001年7月12日生まれ、長女ノア2013年4月生まれ、第三子名前不明2016年生まれ。椎名林檎さんはギタリストの八吉純次さんと2000年11月に結婚し、2002年1月に離婚しています。その間の2001年7月12日第一子男児を出産しました。長男の名前はソナタさんです。一部からソナタとも言われます。離婚後の親権は椎名林檎さんが持ちました。顔写真は公開されていませんが、ネット上に椎名林太郎という名前の卒業アルバムの写真が出回っているようです。しかし名前が異なるので全くの別人と考えられます。長女のノアさんは2013年4月に2011年頃から交際に発展したとされる映像ディレクターの児玉雄一さんとの間に誕生しました。出産を公にしたのは先述したように2011年11月に開催された自身のライブ椎名林檎15周年党大会平成25年神山町大会でのこと。念願の女の子を授かりまして、現在育児中ですとファンに伝えました。長女の出産をすぐに報告しなかったことについては、新曲のリリース時期とかぶり宣伝と思われたくなかったからだと説明しました。そして椎名林檎さんには3人目の子供がいますが、あまり公にされていません。3人目の子供は2016年度生まれとされます。具体的な生年月日や名前、性別などは明かされていません。
以前から椎名林檎さんは3人目を極秘出産しているのではないかと噂されていました。初めに噂になったのが2014年6月14日に行われた東京 FM 渋谷スペイン坂スタジオの公開性放送 JA 全農カウントダウンジャパンで椎名林檎さんのお腹が大きく妊娠しているように見えた時です。しかしこれは服装がきらびやかでお腹が大きく膨らんでいるように見えただけで、実際は妊娠ではありませんでした。そして椎名林檎さんはいくつかの場面で3人目の子供がいることを明かしています。3人の子供の入学、大学、小学校、幼稚園があってというようなことを言っていたとされます。このことから3人目の子供は2016年度の生まれとわかります。これにはネット上で WBS 見たけど椎名林檎いつの間に3人目産んだのさと驚いた人もいました。2021年5月14日放送の音楽番組ミュージックステーションにゲスト出演した椎名林檎さんは話の途中で下の子2人がと明かしていました。椎名林檎さんのファンクラブリンゴ班に入会すると子供が3人いることがわかると言われます。芸能人とはいえプライベートのことなので限定された人にのみプライベートを明かしているようです。では次に椎名林檎さんの子供が通っている学校について見ていきます。長男は埼玉県さいたま市緑区にある青山学院大学継続浦和ルーテル学院に通っていたと一部から言われます。同校は併設型の小中高一貫教育をしています。埼玉県初のミッションスクールキリスト教の学校として有名で聖書の授業があるのも特色です。偏差値は57だそうで早慶をはじめとした有名大学へ進学する生徒もいます。著名な出身者としては声優で元宝塚歌劇団の水木玲奈さん、元サッカー選手の池田直人さんなどがいます。長男と思われる情報は第22回彩りの国埼玉ピアノコンクールの予選に浦和ルーテル学院初等部5年生椎名そなたとして出場していたことです。音楽関係の両親を持つ長男はピアノの才能が十分にありそうですね。長男はすでに成人を迎え大学生ですが通っている大学は明かされていません。長女は埼玉市にある聖フランソワ幼稚園を卒園したと言われます。この幼稚園はキリストの教えに基づくカトリックの人間観と聖フランシスコの精神と教育理念の拠り所としています。長女のその後の学歴については分かっていません。もしかすると長女と第三子は長男と同じ浦和ルーテル学院に通っているかもしれませんね。そんな椎名林檎さんは2001年に長男を産んだ後引退して家庭に入ろうと考えていました。しかし当初は周囲から休業は産休だと思われていました。椎名さんが家庭に入ろうと考えた理由としては当時日本でどんな曲を作ろうと意図しない方向に受け入れられそれに疲れ果てたからというものでした。その他の理由につわりと陣痛は同じものだと思っていたから驚いたと語り、妊娠するとどれだけ自分の体が動けなくなるか分かっていなかったことや 9.11 テロ事件を目の当たりにした上で子供を育てなきゃならないから音楽活動なんかできないよという思いもあるためでした。しかし椎名さんは続いていた契約やその他の義務からアルバムを制作し周囲から仕事の継続を求められました。仕事を続けるモチベーションが見出せなかったため椎名さんはメンバーたちのために書き下ろすつもりで曲を書けば意欲が湧くのではないかとある程度の縛りを自分に与えました。そこで2003年に結成されたのがバンド東京事変でした。そして活動休止後初の地上波テレビ出演となったのが2003年2月21日放送の筑紫哲也ニュース23でした。これはサードアルバム「カルキザーメン栗の花」の発売に先駆けてのプロモーションのための出演でした。椎名さんは子供に向けて歌ったとされる曲がいくつかあります。その一部を次に紹介します。2004年11月リリースの東京事変のアルバム教育の収録曲夢の後について歌詞の一部にニュースの合間に寝息が聞こえる手をつないでいてとあります。これは 9.11 テロ事件の悲惨な映像が流れている時に自分の隣で安心して眠っている子供の寝顔を見て作られたとされます。カバーアルバム歌い手妙理そのの1の子守歌は歌詞作曲を椎名さんが担当しました。
まさに曲名から子供のための曲ですね。この曲のバックに流れているピアノはショパンのワルツ3番からの引用です。ビデオクリップ性的ヒーリングその3の紅の花はお腹の中にいる子供のために歌っているような内容です。東京事変のスタジオアルバムアダルトの黄昏泣きについて歌詞がほら怖いことなど何もないの、最後まで私にはあなたしかいない、身も心も宿ったその生命へ注がんと、と母親が子供をあやしながら語りかけるような内容です。いかがでしたか。私生活では男性遊びのイメージが強い椎名林檎さんですが、詳しく見ていくととても子供思いのいい母親でしたね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。